こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？ YouTube で動画を通じて、動画投稿者と、視聴者の皆さんがコミュニケーションを図っていく中で、まあ何もね、トラブルがなければ良いんですけれど、まあ前回の動画第114弾でお話をしましたように、まあ最悪、ユーザーさんをブロックしないといけないような事態まで起きる場合があります。今回はね、そういった嫌がらせや、いわゆるネットいじめへの対応についてお話をしたいと思います。はい、こちら、YouTube ヘルプの嫌がらせやネットいじめのページです。ちょっと、文字が小さいんですね。そしてこれ、まあ、重大な、問題ですので、ちょっと別途、画像でお話をしたいと思います。では、説明します。ネットいじめや嫌がらせ行為が悪意のある攻撃にまで発展した場合は、YouTube へ通報するようにと書いています。また、多少の不愉快さを感じる程度であれば、単に無視してやり過ごしてくださいとも書いてあります。では、YouTube が、どんな場合を、ネットいじめと判断しているのかお話をしたいと思います。1番、嫌がらせ的な動画、コメント、メッセージ。2番、他人の個人情報の暴露。3番、同意なく録画した悪意のある動画。4番、他人を侮辱するコメントの意図的な投稿。5番、他人に苦痛を与えるような否定的なコメントや動画。6番、あらゆる形態の性的嫌がらせや性的指向に基づくいじめなどの望ましくない性的対象化となってます。では、どのような対策を取れば良いのでしょうか？はい、おすすめの方法とアドバイス。1、見直してから投稿する。自分の投稿がオンライン上でどのように理解されるかよく考え、自分の評判を落としたり、安全が脅かされるような投稿はしない。はい、これなかなかね、難しいんですよね。ですんで、動画やコメントをね、投稿する前に、もう一回見直してから、投稿しましょうということです。2、自分の意見を言う。ネットいじめ防止について、友人と話し、サイト上で泉を見つけた場合は、自分の意見を声に出して伝えるということなんですが、伝える方法もね、コメントで伝えるか、動画にするのか、いろんな方法がありますが、まあ、必ず自分の意見を言うということを、これやっていきましょう。3、オンライン上での自分に対する他者の行為に対して心配が残る場合は大人に話す。この場合のね、大人、まず身近な大人、自分の両親、まあ、両親がね、インターネットに、詳しくないとか、忙しいって言った場合には、それ以外の大人、学校の先生とかいらっしゃいますよね。それでも大人がいないという場合にはね、ネットを使って、メールや電話を使って、私、大谷まで、連絡をいただければ、ご相談には応じます。4、他のユーザーから嫌がらせを受けている場合は、コメントを削除し、そのユーザーをブロックして、問題のあるユーザーが自分の動画を再生したり、動画にコメントできないようにする。また、すべての動画のコメントを無効にしたり、
投稿前の事前承認を義務付けてコメントを管理したりすることもできます。まあ、この点につきましては、過去のヘルプ動画を見れば、お話ししてますので、こういった方法も、ぜひ使ってみてください。5、オンライン上での他人の意見を尊重しつつ、一線を越えたらすぐに判断できるようにしておく。YouTube はユーザーにとってのダイナミックな表現の場であり、不安や恐怖を感じる場であってはなりません。なかなかね、この一線を越えたらすぐに判断できるようにしておくっていうのが、難しいんですけれど、まあ、まずはね、他人の他のユーザーさんの、まあ、意見を尊重しましょうと、いうこと。で、こちら側が尊重しても、相手側がね、まあ、嫌がらせを行ってくるような状況になれば、そこで、判断する、ユーザーをブロックする、またはコメントを非表示にする、そういった判断が、すぐできるようにしておく必要があるかと思います。まあ、YouTube、ここに書いてある通り、ダイナミックな表現の場であるので、まあ、不安や恐怖を感じるようになってくると、まあ、これ、表現できなくなってくるんですよね。そのあたり、ちょっと、自分ですぐに判断できるようにしておく必要はあるのかなと思います。6、嫌がらせを行っているユーザーやコンテンツは、YouTube のセキュリティや嫌がらせに関する報告ツールを使って報告してください。はい、YouTube にはね、そういった、ツールがあります。また後ほどお話をしますんでね、そういった、ツールを使って、YouTube の方に、通報していきます。YouTube ヘルプの嫌がらせやネットいじめのページです。先ほどの、YouTube への連絡のツールは、こちら、セキュリティや嫌がらせ行為に関する報告ツール、ここをクリックします。はい、画面切り替わりました。セキュリティや嫌がらせ行為に関する報告、問題の内容、今回この一番上、嫌がらせとネットいじめ、先頭、クリックします。はい、このような通知が表示されますんで、ゆっくりとお読みの上、確認をクリックします。はい、この下、嫌がらせとネットいじめ。他のユーザーに動画が盗作された。他のユーザーが私の個人情報をサイトに公開している。サイト上で他のユーザーから嫌がらせを受けている。有名人、国、他の YouTube ユーザーを攻撃、侮辱している。ということで、今回この3番目、嫌がらせを受けている、ここをクリックします。はい、そうしますと、ここ、相手のユーザーのチャンネル URL を入力して、次へのボタンを押していきます。まあ、これ以降はね、画面に表示されますんで、その通り、入力していって、最後、送信ボタンを押してね、YouTube へ送信をします。批判や侮辱が深刻な嫌がらせやネットいじめに発展することがあります。必要な嫌がらせを受けて安全が脅かされていると感じる場合は、信頼できる大人に話して近くの警察に報告してください。はい。ね、これが、大きな事件に発展するとか、そういったね、事態になる前に、まあ、きちっとね、お話をすると、信頼できる大人、誰でもいいです。困ってますって、大変ですっていうことをね、きちっとお話をして、まあ、近くの警察署、そこに相談室がありますんでね、そこで、きちっとお話をすることをよろしくお願いしたいと思います。はい。今回は嫌がらせやネットいじめへの対応についてお話をしました。YouTube では中高生や大学生のように
若い方々も多いんですけれど、僕ら、50代を超えたおじさんやおばさんの皆さんもね、YouTuber として活躍しております。いろんな方々が、参加している、いろんな考え方を持っている、そういったところもね、きちっと理解した上で、まあ、ルールやマナーをね、守って、楽しく、YouTube を使っていきたいと思います。もし、自分の周りに、相談できる大人がいない、嫌がらせやネットいじめを受けてるけれど、相談できる大人がいないといった場合にはね、僕でよろしければ、ご相談に応じますんで、お気軽にご連絡をください。それでは、今回はこの付近で失礼します。Thank you.